はい、よしおです。本日はデッドプール2の先行上映に行ってこようと思います。先日ですね、ランページっていう映画を劇場公開で見まして、ランページの映画を見てきたんですね。その時にデッドプール2すごい楽しみにしてたんだけども、本来6月1日から上映開始っていうことで、まあ始まってからちょっと経ってから行けばいいかなとか思ったんですよ。ただ先日映画見に行った時にポスターでなんと5月31日先行レイトショーっていうポスターを見まして、まあ仕事あるしやめとこうかなと思いきや、今日午前中にですねちょっと悩んでた結果、はい、チケットポチっちゃいました。もう我慢ができなくてチケットをポチってしまいました。で、デッドプール2っていうのは、まあもちろん2があるから1があるんだけど、アベンジャーズとかと一緒の、アベンジャーズや X メンと一緒のマーベルの作品ですね。ただ、制作会社が違います。アベンジャー系のマーベルは、ディズニーが買収したからディズニーでしょ。だけど、このデッドプールに関しては、なんと、20世紀フォックスなんですね。なので、デッドプール2の映画に関してはこれ R 指定でディズニーだと許されないことまでまだまだやっちゃってますね。で、1がものすごい面白くて、もうこれ成人指定なんですよ。ヒーローものには珍しい成人指定の映画なんですね。で、デッドプールっていうのは死にゆくものリストっていう意味があって、1の時に例えばみんな傭兵として裏稼業で働いたりとか殺し屋だったりするグループが誰が一番先に最初に死ぬかっていう賭けレースをしてるんですよ。そっから取った名前がデッドプールっていう主人公の名前になってます。で、この主人公何が面白いかっていうとですね、1で癌に侵されてる体を治すために人体実験をされるんです。それを治すって嘘をつかれて、その状態の人体実験の後遺症からなんと無敵の肉体を持ってるんですね。なので弾で撃たれようと腕を切り落とされようと、お腹が真っ二つにちぎれて腹綿が出ようと、再生して治ってしまう、まるでゾンビのような、ヒーローなんです。ただこれ絶対ヒーローものだったらそんなぐちょぐちょの映像を出せないじゃないですか。で、現に X メンゼロっていう作品でなんとこのライアン・ネイロルズ、主演のライアン・ネイロルズは、デッドプールをすでに演じているんです。で、 X メンゼロの時は X メンってこれは真面目な、ヒーローものの映画じゃないですか。だから、デッドプールの代名詞でもある口を塞いで、はい、改造手術をされたデッドプールっていうキャラクターにされてるんですね。で、今回の、はい、デッドプールに関してはもう、コミックさながら、卑猥なこと言いまくりのデッドプール俺ちゃんに仕上がってるんで、1の時はもう相当面白かった。で、ライアン・レイノルズっていうのはなんとヒーローものでですね、2回も失敗していまして、まず1回目がその X メンゼロでしょ。で、その後に、DC の方で、グリーンランタンっていう緑色のスーパーマンみたいなキャラクターを演じて、どっちもこけてるんですよ。それで、頃ってライアン・レイノルズとライアン・ゴスリングがいて、2人はこれから先を担うセクシー俳優として出てくるはずだったんですね。ただライアン・ゴスリングの方はララランドとかいろんな、まあ、映画に出てもう俳優街道まっしぐらじゃないですか。ただライアン・レイノルズはその2つのヒーローもの、過去の X メンゼロのデッドプールと、過去のですねそのグリーンランタンっていう作品に出たおかげで仕事がどんどんなくなり、暗い仕事の生活、まあ、俳優としては、まあ、日本人だと結構知ってる人多いと思うんですけれども、そこまで売れたヒットした作品としては残らなかったんです。そこでライアン・レイノルズ復讐したんですね。なんとデッドプールの1はですね、ライアン・レイノルズが監督、主演、脚本、シナリオ全部書いてお金まで出して作った映画がデッドプールなんです。なので自分のデッドプールの黒歴史を塗り替えるために頑張った結果、最高にエンターテインメントでお下劣で誰もが楽しめるコメディ映画、それが
愛されたキャラクターデッドプールが出来上がったんですね。で、そのデッドプールの第2弾が今回上映されるということで、すごい楽しみにしていました。まあ、撮影中に人が死んだりして かなり撮影が遅れて上映も伸びたんだけども、無事にですね公開されることになり、今回、5月31日の、先行レイトショーに行きたいと思うわけでございます。で、まずデッドプール、まあそっから後で話せばいいかな、この辺は。デッドプールの特殊能力は、まあ、不死身ということで、今回なんと X-Men 絡みのお話になってると思います。はい。なので、鑑賞前の、レビューはですね、もう楽しみでしょうがない。ただ、2ができるということは、よくありがちなんだけど、1は最高にお下劣で最高に楽しい作品でも、2は、R 指定でもいろんな客を呼び込むために、ちょっとマイルドになったり、おとなしくなったりする場合があるじゃないですか。そういう風にはなってないことを、私は祈りながら楽しんでいきたいと思います。このデッドプール2、最高評価出るのか、はたまた、ちょっとがっかりな作品になってしまうのか、それは見終わった後、このまま帰りにまた車の中で感想レビューさせていただくんで、それはもう本日このまま上げさせていただきますんで、結構最速な、はい、映画館レビューになると思いますんで、よろしくお願いいたします。では、前半の鑑賞前のレビューはこのくらいにさせていただいて、ちょっとまだ到着しないんですけれども、ワクワクが止まらない状態で、デッドプール2鑑賞していきたいと思います。では、行ってまいりまーす。ちょっと風呂上がりなんですげえ暑い。帰ってきたばっかり急いだからね。はい。では、お疲れっす。行ってきます。はい。2日連続で西新井あるようにやってまいりました。先日は、ランページって映画を見まして、本日はデッドプール2先行上映でございます。では、中にインズハウス。なかなかやっぱり人いるね。デッドプールファンなのか、それとも他の映画を見に来てるのかは分かりませんが、皆さん映画を楽しんでる方たちだとは思います。とりあえずですね、デッドプールチケットをビットで出しに行きます。ビットっていうのは、インターネットからチケットを購入できて、座席指定まででき、先に購入して支払いも済んでるので、あとは、暗証番号を入れて、携帯の番号を入れて出すだけでチケットが出てくるシステムでございます。超便利。ポチ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 、ポチングハウス、ポチ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 リングシステム、はい、これでチケットを出して、あとはこの、東宝シネマズのカードをピコって通せばポイントが貯まるシステムでございます。これにより6本見ると1本無料という、なんという得点が得られるんでしょうか。素晴らしい。チケットを購入した後は、東宝シネマズのムービーアイテムコーナーで、デッドプール2のパンフレットを購入したいと思います。すいません、デッドプールのパンフレットもらっていいですか。はい、720円でございます。パンフレットも無事に購入したんで、映画が始まるまではこちらのホールで待つとしましょうか。デッドプールのアイテムや映画のアイテムは買いません。なんという節約の心。はい、無事にデッドプール2、はい、鑑賞してまいりました。相当面白かったです。2は
1よりも、マイルドな仕上がりになってしまったかと思ったんですけれども、もう全然そんなことなく、オープニングから始まってラストの一瞬のエンドロールが終わる瞬間まで楽しませてくれました。どっから話そう。ストーリー的なものは全部なしね、もう。ストーリーなしで、ネタバレもなしでちょっと話させていただくと、これもう本当にね、今まで例えばマーベル作品、DC 作品、またそういうアクション映画プラスに、普通の映画マニアの方、まあ、いろんな映画を見てる方は、相当面白いっすよ。ちょこちょこ、いろんな映画の面白い部分、いろんな映画のすごい細かいマニアックな部分を詰め込んでくるんですね。で、行く前にも話させていただいた、ライアン・レイノルズのこの復讐映画。ライアン・レイノルズが、復讐をして、はい。過去作、2作品のですね、ヒーローものに出た時の、ライアン・レイノルズは、もうほんとそれで仕事なくなってしまったんですよ。それの復讐を描いて、復讐が終わったっていう感じの映画です。何言ってるかわかんないと思うんだけども、ラストの最後のエンドロールまで見れば、はい、その答えがわかると思います。エンドロールで、みんな気づいたのかな？知らない人多いと思うんだけども、なんであのシーン、あの人が出てくるの？と思ったと思うんですけども、もうね、知ってる僕たちは、もう手頃の田中の兄さんなんか多分腹抱えて笑って死んじゃうかもしれないです。そんくらい、やっちゃったって感じの、エンドロールですよ。ただ、これ映画の中に様々な、トリビアとか、様々な、もう、細かいこと、X-Men すげえ詳しい人なんかもう笑ってしまうし、コスプレあり、お笑いあり、グロ描写あり、で、予告編で、まあ、ケーブルっていう今回の敵ですね、ジョシュ・ブローリンが演じるケーブルっていう敵が出てくるんですけれども、それと戦っていく物語だけだと思いきや、そんなことないです。これはワイルドスピードのような家族の愛を描いた、また恋人との愛を描いた人と人とのつながり、また人種差別と戦うための映画、うん、ちょっと詰め込みすぎ、多分ねわざとだと思うんだけども、あえて笑いを誘いながら、多分ライアン・レノズ、またこの監督さんのこの情報整理力っていうんですかね、交通整理力、相当なもんがありますよ。もうぐっちゃぐちゃで、もうボロボロに作ってあると思いきや、ものすごく、わかりやすく、笑える感じを踏まえながらの作ってるって感じが僕はすごいと思いました。はい。で、これに関しては、もう見た方、見た人と喋りたい。はい。で、今回ジョシュ・ブローリンですね、最近のアベンジャーズっていう映画で、サノスっていう敵を演じてますね。最強のボスキャラ、サノス。はい。で、今回は、ジョシュ・ブリーンはケーブルっていう、未来から来たターミネーターようなサイボーグを演じてるんですけれども、時々ね、これ役がちょっと、字幕の役で出てなかったんだけども、デッドプール本人が、そのジョシュ・ブローリンのケーブル役の敵をですね、敵というかまあ、ケーブルをですね、サノスって呼んでるシーンが何個かあったんですよ。それは、アベンジャーズを見てる方は笑っちゃうところなんだけども、字幕が出てないから多分みんな気づかなかったんだと思うんだよね。そういう細かいネタがポンポンと入ってくるようなこのデッドプール2、ぜひ劇場で見ていただきたい。超面白いっす。前作の、味方のキャラについたコロッサスとか、そう体がなんつうのクローム処理のこのすごい硬い男とか、体がもう核爆発を起こすサイコソニックレディ、うん、ちょっと名前わかんないけど、あの辺のキャラクターとかもみんな出てくるし、今回、X-Men に入ります。はい。これネタバレじゃないよね。X-Men に入るんだけども、まあ、X-Men 見習いですよ。そっからちょっといろいろあって、X-Force ってものを立ち上げて、そこに出てくる味方キャラの一人で、ピーターっていうキャラクターがいるんですね。ピーター。はい。このキャラクターはですね、なんと、これもね、ちょっと字幕、予告編の方が字幕面白かったんだけども、仕事も何にもないから、スーパーヒーローのグループに入りたいってことで入ってくるんだけど、特殊能力ゼロなんです。普通の全く一般人なんですね。このキャラクターが活躍。
そこのシーンも面白くて、実はこの、なんだっけ、この、ピーターっていうキャラクターのツイッターアカウントありますんで、もう一瞬にしてフォロワー数万人だって、うん、僕もフォローしようと思います。で、なんだっけな、デッドプール見た。デッドプールが世界最速の上映の前にツイッターでつぶやいてくれって言って、シャープ、なんだっけな、シャープデップー見た、シャープデッドプール見た、俺ちゃん見た、うん、なんかそんなこと言ってたのちょっと忘れちゃいました。はい。で、このデッドプールという作品を見て、僕が一番最後に思ったことですね。この作品は全ての映画ファンにおける映画愛を詰め込んだ最高の作品でした。はい。ぜひ劇場で腹を抱えながら笑って、見ていただきたい。これ映画好きな人と見に行くか自分一人で見に行くからもいいんだけども、映画好きじゃない人とは見に行っても面白くないと思います。いろんな映画を見て、そのいろんなキャラクターとかいろんな他の映画ね、またワムの曲が好きな人、はい、ワムの曲が好きな人で、ワムの曲の歌の意味とかもわかる人、はい、あとレズビアンとかホモセクシャルとかそういうのに、理解がある人、はい、笑って笑って笑いまくってください。ディズニーがやり遂げられなかった、マーベルでやり遂げられなかったあの黒い部分とか、その出しちゃいけない部分、この映画では全て出してきます。映画の倫理に触れるものね。で、このデッドプールってキャラクターは第四の目というものを持ってみて、これはまあ特殊能力なんだけども、実際に劇場の前にいる僕たちに話しかけながら映画が進んでいくんですよ。終始ペラ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 喋りながら、また劇場の前の人にも喋りながら、これは映画ですよって感じのアピールもしてしまうんですね。なんですけれども、それがうまい具合に、多分ライアン・レルドのあの早口の言葉だからね、すべてが合っててテンポが良くて、ここまで面白い映画ってやっぱりなかなかないと思います。はい。ぜひ劇場公開で、劇場でいち早く足を運んでデッドプール2お楽しみくださいませ。では帰ります。Every day that I wake up, I wake up in a nightmare. Every day that I wake up.